遅かったねって。そう、今日先にお風呂入ってたから遅くなっちゃった。そう、早いもんね。そうなのよ、明日がね早いんです。5時前に起きてメイクして出なきゃいけないので、それから今日は先にお風呂入っとこうと思って。そう、早いの明日。もう寝ないとってせやん。もう寝やな。あかんねんけどさ、明日の服もさ、ちょっと選ばないとだからさ。起きれますようにってね。久しぶりにそんな早起きするわ、なんか。5時前ってまだ真っ暗よ。すごいお風呂上がりだね。明日は夜までお仕事って。そう、明日そうなのよ。そう、朝から夕方までお仕事あって、でそっからレッスンなんですよね、明日は。あ、ママだ。だから今日は15分ぐらいで終わりにしとくわ。しょうぶ。11月もあと2日で終わりだってね。嬉しい、大西は。年末が楽しみ。嬉しいのって。嬉しい。11月が終わるよ。今月を大西は乗り切れるかがすごく不安だったので、無事に11月を終われそうなので、来月の末になったらね、多分落ち着くと思うので。そう、それを楽しみに生きて。体調崩さなかったのは良かったじゃんね。ねえ、ねえ、ほんまにそう思う。ワクチンもまだ打ててない。早く打ちたいねんけどさ。そう、今年中に打てたらいいなって思ってるけど。そう、まだなって。そう、もともと11月の最初に打つ予定だったんですよ。そう、でも舞台入ったから。そうで、その舞台もね、稽古5日間ぐらいしかなかったから、
さすがにそれでしんどいままやったら何も頭入ってけえへんわと思って。そうなんです。だから結局打てずって感じ。まあでもさ、今すごいコロナ落ち着いてきてるからさ、あれかなと思ってんけど、なんかワクチン打っとかな、なんかね、旅行だったりがなんかどうちゃらこうちゃらみたいな、なんか聞いて、そう。あんまお仕事の都合上でね、それこそどっか行けへんってなったらあれかなと思って、それから売っとかなと思ってね。それは海外の話なんかな、日本国内は別にあれなんかな。ね、売っといた方がね、あれそうだからね。また新たな変異株も出てきたし、マジマジか。まあ冬やしね、冬ってね流行るもんね、乾燥してるから。マジ。もうなんかニュースとかでさ5人みたいな聞いたからさ、あれかなと思ってたけど、まだあるんだね。でもマジでさ、よくさもう西コロナにならへんかったなって、まあなる可能性さまだあるかもしれんけどさ、今んとこ今までなんで逆になってなかったんやろってすごい思う。絶対なると思ってた。なんか人とさ、いろんな人と会うことも多かったしさ、ね、メンバー内でねめっちゃ流行った時もあったけど、そう、多い時2日に1遍とかしてたの、検査、そう、病院行ってとか。でも1個も本当出えへんかった。そう、ワンちゃんにしても無症状とかなんかなと思ったけど、そう、そんなハイペースで検査してたんだって。そう、めっちゃしてた。そう、だから大西ね、マジプロなのよ、唾液を出す。マジでマジでね、なんかあるのよ、なんか 2のところまで出してください、3のところまで出してくださいみたいな。マジ大西30秒あればいける。2、30秒あればマジでねいける。マジで早いよ。マジマジ。なんかさ書いてあるの、説明のところとかに、なんかあんまりこう泡とかがなんか気泡みたいな入らないようにしてくださいみたいな。うち泡一切ないから。マジでそんなすごいのよ、ほんまにすごいと思う。泡を一切出さずに2、30秒でできるのよ。いやマジほんま特技って言っていいぐらい、すごいやろ。大体さあんな泡だらけになるやん。もう私も最初はそうやった。でも途中から泡を出さない方法を見出して。そう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 、マジプロ。そうなの。髪の毛がだいぶ
湧いてきたね。はいはい、これであとはショールーム終わったらドライヤーして歯磨いて寝るわ。もうカップル教えてくださいって。教えたくない教えたくないけど、え、もう直接出せばいいね、なんかわかる、そのさ唾液がさ、なんかさ出てくるところがあるじゃん、そこから直接出せばいい。口の中を泳がせるんじゃなくてそのまま直で出てきたところから直でいや、はい、そうそう、軽っ、頑張ってみんなも。クリームめっちゃ塗ったから顔テカテカやな。こう、何やろ、舌をほら、もんち今すぐ出てきたもん。舌がさこうなってるじゃん舌がこうなってるでしょ、それを先っぽをこう裏返してそう、わかる？そう、そういうことや。わかる？したでしょ？やってしまってるのが悔しい。やってほら、みんなほらこう、これ下でしょ、これをこうしてここをこうこう何回もこうやったら向こうから出てくるのこれでみんなもコロナの検査する時も一瞬でできるね。よかったね。そう。ほらほらほら出るって。そうやろ？それで溜めたらね、気泡が出ないからね。それをやり続けるとほんと一瞬で出るようになるから、頑張れよ。そろそろ時間やって、もうそろ15分、アラームセットするの嫌やな現実を見てしまうよね。15分出ちゃった。明日の服選ぼう。頑張ってね、ありがとう。
頑張る。いや、頑張ってるお兄さん素敵です。頑張れちゃう、そんなこと言われたら。ありがとう。頑張れるわ。明日はいい天気。そうなん？やった、よかった。明日外やねんな。よかった、よかった。風も強いしね。風が強いってか、風が冷たいからね。あったかい格好。ヒートテック。で行こう。絶対ね、絶対寒いよね。ヒートテック着て行こう。飾らないお兄さん本当素敵よって。ごめんな、大輝の話ばっかりしてごめんな、15分間大輝の話ばっかりするアイドルでごめんやで。言ってくれてありがたいわせや ありがたいね。じゃあちょっとね、もうそろそろ寝ないといけないので、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位コバットマーク大西良さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が今アットマーク、カモンさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がゆうなみぬぎすけさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がプロスペクトさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がカッキーアットマーク大西軍アットマーク明日祝るんちゃん21歳まだアンド早木ガンバーさん、ありがとうございます、イエイ。るんちゃんでまだ20歳あったのか、いいね、おめでとう。そして10位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がつばさアットマーク、ためになったね、ためになったよーさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がマカロニ48さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がシンシアさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとう。ということでですね、では今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では早起き頑張ります。じゃあね、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。